トム・フーパーはイングランド・ロンドン出身の映画監督、テレビドラマ演出家。2010年の英国王のスピーチがアカデミー作品賞をはじめとする様々な賞を受賞し、フーパー自身もアカデミー監督賞を受賞した。父はイギリス人のメディア関連のビジネスマンであり、母親はオーストラリア人の作家で学者。ロンドンハイゲートのインディペンデントスクールである。 ハイゲートスクールからウェストミンスタースクールを経てオックスフォード大学を卒業。ハイゲートスクールの頃に演劇担当の教師に影響を受けてから映画監督を目指し映画を撮るようになる。1992年に15分の短編映画ペインテッドフェイセズでプロの演出家としてデビュー。その後イギリスで数多くのテレビドラマを演出。2006年に エリザベス一世愛と陰謀の王宮を監督し、プライムタイムエミー賞監督賞を受賞した。2004年にヒラリース・スワン・クイン・レッド・ダストで映画監督デビュー。2010年に英国王のスピーチを監督し、作品はアカデミー作品賞をはじめ4部門を受賞。フーパー自身もアカデミー監督賞を受賞した。2012年にはヒュージャックマン、 アンハサウェイを主演に迎え、レ・ミゼラブルを監督。アカデミー賞では、アンハサウェイのアカデミー助演女優賞を、はじめ、3部門に輝いた。その後も、リリーのすべてなど、高い評価の作品を制作している。テレビ演出家時代は、ラリー・スミスが、映画デビュー後は、ダニー・コーエンが、主に撮影を担当している。ありがとうございます。